どうも、フィリアンさんです。現在の時刻は6時28分です。皆さん、フィリアンさんが苦しむ姿を見るの好きですよね。このドエスたちが。で、そんな皆さんの期待に応えられないかといろいろと考えた末、ディズニーランドに一人で行くことになりました。ディズニーランドとか何が苦しいの？っていう人いると思うんですけど、まあ遊園地に一人で行くの寂しいですけど、ぶっちゃけディズニーあんま好きじゃないっす。はは、寝てる間にアイスピックを肺に刺すぞ。嫌いって言いたいんですけど、今ディズニーは PDR さんの大好きなマーベルとスターウォーズを残念ながら所有してるので、嫌いとは言えないですけど、好きじゃないっすね。あんまりミーメイもあんまり好きじゃないから、二人でディズニーランド行くことはまあまずないですね。でも一回だけミーメイのニュージーランドの友達が2年ぐらい前にディズニーシーンにすごい行きたいって言ってたんで行ってきたんですけど、地獄でした。では今からちょっと準備してマウス様の遊園地に行ってまいります。来たくねー。ペッテ番線には新木場夏処堀方面各駅停車東京行きが到着いたします。大変危険ですので、舞浜に着きました。お客様は番線に到着の電車をたびに気分がだんだん悪くなっていくんですよ。ちょっときつい。パークレイン。あそこにディズニーランドの入り口があるんですけど、今からちょっと簡単な英語のレッスンを行いたいと思います。ディズニーの入り口は英語で何と言うと思いますか？ The Gates of Hell です。今から地獄に行きます。入りたいです。でもマジで何をすればいいのか分かんないんで、とりあえず他に洗脳されてる人と一緒になるために被り物を買ってきます。普通にこれ買いたいんですけど、全然ディズニーっぽくないよね。すごいベタなやつを買いました。死にたいっす。みんなが大好きな DV 男のジョニー・デップの家を発見しました。ちょっと入るの怖いんでやめときます。この羊、顔は笑ってますけど目が完全にそう言ってますね、はい、かわいそうに。ヘアルックのカップルがいっぱいいるんですけど、あのディズニーの服を着て、すげえ吐き気がしますね。あれに乗りましょう。今からトゥーンタウンに入ってディズニーのボスのマウス様とちょっと話してきます。マウスの上に入ります。You little piece of shit! はい、ミッキーの家、なんかお化け屋敷みたいでしたね。
それにミッキーもなんか怖かったし、ちょっと寒気が、まだ乗り物2個しか乗ってないんですけど、ぶっちゃけもう帰りたいんですけど、さすがにそれは良くないですよね。7400円も使ったんだから、とりあえずなんか食べます。人多すぎ、めっちゃ暑いし、乗り物をいろいろ通ったんですけど、なんか好きでもないもののために1時間以上並ぶのなんか苦痛でしかないですよね。めっちゃ見られてる。やっと乗りたいものを見つけました。You little piece of shit! っていうのが嘘で、結構面白かったです。まだ4時間ぐらいしかいないんですけど、マジで限界なんで帰ります。なんだかんだ言って全然楽しくなかったですね。二度と来ません。はあ、自由だ。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんはマウスの国好きですか、嫌いですか、ぜひ教えてください。好きだったらどの乗り物が一番いいですか？やっぱスターツアーズですよね。あのディズニーと全然関係ないあたりが最高です。あと昨日も動画出したんで、見たかったら横どっかにあります。では